唐ヌは、女房小族を構成する、上着の一つ。詳細は口、口述。唐ヌは、和歌において、切るなどにかかる枕言葉。有原の成平の代表的な歌でよく知られている。唐ヌは、創曲の曲名。幕末の蔓延、文久頃、名古屋、京都で活躍した、盲人音楽家、吉沢健行が作曲した。初瀬川、山桜、新雪月下ともに、 新古ン,ココン組の一曲。新古ン,ココン和歌集から、唐ヌの歌を取り、吉沢自身が考案した、新古ン上司という新たなことの長言法によって作曲されている。当時の複雑反差に発達した音楽から、復古的な完結美を求めて作られた。唐ヌは、中国から朝鮮に伝来した礼服、女性が身につけた。唐犬を含めた12巻を着用した、女性唐犬は、 女房装束の一番上に着用する腰までの長さの短い上着である。左右の襟が体の前で向き合う追人形式で襟は羽織のように外に折り返し、下に着る内着類よりやや短い袖がつく。基本的には元一緒に着用する。明確な起源はわかっていないが、10世紀の和名類受賞のセコの説明に和名でらきぬと呼び、形は 半肘に似て欄がなく、女性が着用する合わせの表衣であると記され、このセコが平安時代に袖がつき、大ぶりになるなど、上着様式に整えられた結果、後世からニヌと呼ばれる衣服になったと考えられている。また、小僧院には、儀学の女性が着用したと伝承される、ベストのような袖のない短い衣服が現存しているが、セコという牧書もないため、 何であったか詳細は不明となっている。唐ヌの記事は身分により異なり、また社資金性の影響を受けてその時同期でも変わった。青色や赤色の織物と呼ばれる地は特に許された女性しか着用できなかった。また、西宮記によると、設絵などの重い儀式には、すり唐ヌもしくは海裏唐ヌと呼ばれる波の文様をすったものと赤い目染めもが用いられ、 そのしきたりは中世まで継続した。この名残が、うねめ小族に見られる。裏地には通常は、ひ分の量を用いる。金世は四十歳未満の女性は裏地に、板引きといって、糊を厚く引き、滑らかな板に貼って平滑な糊の層でコーティングして、縁を出した。金世の赤色から銀は、縦糸は紫、横糸は、紅れないでおり、山品流では裏を花だとし、 高倉流は、京と同系色を用いた。青色から犬は、縦糸緑、横糸糸でおり、この時、山品流では、黄色の裏をつける。なお、秩父の宮姫節子は、婚礼の時、経緯とも緑の、緑裏のから犬を用いて、青色と称したが、近代の真偽であろう。皇太子妃、政子の青色から犬もまたこの例に従った。皇后の寮は、古くは、 赤色や青色の織物が多いが、五不覚天皇即位の時、母皇は白唐衣を用いた。また、立皇の時は、唐衣と表衣に白を用いるのが、平安中期以降の慣例であり、これらを参照して、大正以降即位の例の皇后の量は白唐衣に、緑系統の表衣という組み合わせに固定化した。女性侵職小族の唐犬は、 証券家たちあやむ葬式小青い伏せ町丸門、吉光菊門、三重家焼木無町、古代青い木工文などを用いる。ありがとうございます。